常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナがね、まあものすごい今、戦況がですね、目まぐるしく動いております。まあロシア軍がね、リマンでほぼ玉砕しまして、まあ悲惨なことになったっていうのはね、まあ昨日動画でお届けしましたけれども、今日はですね、その続報なんですが、ヘルソンね、昨日ヘルソンでも反撃始まったというね、お話をしましたけど、今どんな状況になってるかというとですね、これね、ヴィッセグラッド24ってとこかな。はい、ここがですね、報じてるんですけれども、ウクライナ軍はドニプロ川に沿って南下するだけではなく、西側からも前進し、チェカロベ村に到達しました。ウクライナ軍が挟み撃ち作戦に出る中、ロシア軍は再び包囲の脅威にさらされていますというふうに報じています。どういうことかというとですね、もう図で見た方が早いんで、これドニプロ川の、右岸と呼ばれる地域ですね。はい。まあ我々から見ると左岸に見えるんですけど、まあいわゆる西側ですよね、ドニプロ川。川沿いにですね、切り込んできたっていうのは、昨日の動画で私がお話ししたんですが、この真ん中辺からですね、もう一箇所矢印出てますよね。切り込んできまして、どうもこれがですね、ロシア軍の一部を完全包囲するような形で進軍しているということです。でね、この件についてはですね、実はですね、ウクライナ軍も、それからロシア軍の方もですね、情報統制敷いてるみたいなんですよ。なので、はっきりしたことはよくわかっていませんが、ただロシア側のソースからもですね、どうもウクライナ軍が攻めてきて、それに対してロシア軍が反撃したというような情報が入っていますので、激しい戦闘が行われていることは確かです。で、さらに言うと、ロシア軍が激しい戦闘に巻き込まれた場合ね、もう補給がとっくの昔に断たれてますから、弾薬が尽きるのも時間の問題。2万5000人も兵隊いますからね。食べ物だってすぐなくなると思いますよ。まあ、ソーシャルメディアにいろいろアップされてますけど、ロシア軍もほとんど装備を失ってですね、寝袋のもない状態で野宿させられるみたいなね、そういうのがいっぱい出てて、まあ、だんだんね、ウクライナも寒くなってきますからね、この後冬将軍来ると、非常に厳しいことになるとは思うんですが、まあ、果たしてね、この2万5000人の運命やいかにと、リマンと同じようにね、玉砕しちゃうかもしれませんね。まあ、渡辺さんはね、元陸将のね、渡辺さん、この間、動画出ていただきましたけれども、間違いなく、ヘルソンでも、リマンと同じことが起こるでしょう、ということを予言されていましたが、まあ、今後どうなるか。まあ、今、情報統制かかってますから、1週間後ぐらいかな、もうちょっと先かな、するとですね、戦況は分かってくるのではないかなと。まあ、前にね、このハルキウのね、大攻勢かけた後ね、まあ一時こと情報統制あって、まあその前のヘルソンのね、攻撃が情報統制かかってて、ウクライナの政府とね、参謀本部から、あんまり確認の取れてない情報は拡散しないでくださいみたいなこと、お願いがありましたけど、まあ今回もですね、これだけにしときます。どうもその、ドニプロ川沿いだけじゃなくて、もう一方向から来て、まあ切り取って丸めてしまうというような、まあ戦法に出たのかなと。まあどうもね、ウクライナ軍はですね、なんか攻撃するぞってブラフをかますとですね、ロシア軍がね、すぐにね、ビビって、プーチンからね、ここを死守しろって命令が出ちゃうみたいなんですよ。で、死守しろって命令が出ると、集まっちゃうじゃん、そこに。ね。で、集まるとさ、そうすると、もともと戦力少ないから、集まると他手薄になるわけですよ。で、ブラフかまして、集めといて、手薄になったところから攻めてきて、囲んじゃうみたいな戦法ですね。どうも使ってるっぽいんですよね。ねえ、なんで、ヘルソンはですね、まあそういう形で、まあこれ、リマンでやった戦法なんですけれども、同じ形で今一箇所ね、ポケットできそうになってて、ここでまあ、何万人囲われるかというところですが、まあいずれにしてもですね、川があって渡れなくて袋のネズミですからね、これはもうちょっと時間の問題かなというふうに思います。で、今回のですね、リマンのね、玉砕はですね、相当このロシアンフレンズにもですね、ダメージがあったようですね。いろんな方が意気消沈されてます。何人かご紹介したいんですが、まあまずはね、日本を代表すると言ってもいい、外交官であられました、あのお方でございます。あのお方でございます。馬淵睦夫先生ですね。はい。まあ自他ともに辞任する、このロシアンフレンズと言っていいのかな。まあ、いわゆるね、陰謀論の、日本の陰謀論のね、草分け的な存在と、言ってもいいのかな。まあ、そんな風に思うんですが、この馬淵さんがですね、某ネット番組ですね。はい。某ネット番組で、これ、まあ、リマン陥落の前ですね。リマン陥落前は、この、ハルキウで、だいぶ押されてね、イジュームが落ちたりとかした後ですね、9月30日頃なんですけれども、この番組は、どうも私が昔出ていたね、某チャンネルチェリーさんみたいなんですけれども、ここでね、こんなことをおっしゃってたそうです。ウクライナ軍は、壊滅してるんです。
存在していないんですよ。そうなの？そうだったの？あ、そうなんすか。あ、なるほど。はい。ウクライナ軍が反転攻勢したとかね、ロシア軍が後退してるとかね、非常に人集めに苦労してるとかね、全部彼ら、ダークシュナイダーが作り出した 100% フェイクとは言わないけど、100% フェイクとは言わないけれども、洗脳のための報道ですねって言ってるんですね。あ、フェイクじゃない部分もあるんだ。なるほどね。まあおそらく人集めに苦労してるとか、ロシア軍が後退してるとか、ウクライナ軍が反転攻勢に出たっていうところは、まあフェイクじゃないんでしょうね。それ以外の何かがフェイクなんだと思うんですが、皆さんもうお分かりですよね。まあすげえわ、まぶしさん。ある意味筋が通ってるなと。もう最後までこの芸風で行かれるんですかね、まぶしさんね。まあ昔ね、DHC テレビのね、まあ忘年会かなんかの時にね、ちょっとまあ飲んだりとかしたこともありましたしね。はい。それからまあなんか別の番組でも、共演とかさせてもらいましたけど、まあユダヤ陰謀論結構ちょっとひどくてね、私はその時もまあ苦言を呈したと思いますし、その後のね、このロシアンフレンズっぷりはもうちょっと見てらんない感じですけど、まあこの後に及んでこんなことをおっしゃられてると。最終的にこれ、ロシア軍が、まあ、クリミア半島からも追い出されるようなケース、今後考えられるんですけど、その時、馬淵さん、どうするんですかね？これ、実は私が CG でした、みたいなオチかもしれないなと、私は思ってるんですけど、どういうオチになるのか、非常に関心があるところでね。はい、まあ、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。それからですね、もう一つね。ロシアのですね、国営テレビ番組ね、よく討論番組みたいなのやってるんですよ。日本で言うとね、昔のバイキングみたいな感じね、あれを延々やってて勇ましいやつが出てきてですね、まあ、核兵器使えだのね、動員かけろだのね、それからウクライナのインフラをもっと攻撃しろみたいな、むちゃくちゃなことをまあ言っている愛国国営テレビのね、番組なんですけれども、これね、リマン陥落後の話でね、ジュリア・デイビスさんという方ね、この人は、デイリービーストの記者さんで、コラムニストの方ですね。この方がツイートをされてるんですが、今夜、ロシアの国営テレビで、…というですね。まあそういうツイートなんですけれども。はい。雰囲気は厳しいですと。ね。まあ、お通夜ですということですね。彼らの顔を見てください。国防委員会副委員長のドミトリー・サブリンは、ロシアは必死に立ち止まって再編成する必要があり、すべてを備えたウクライナと比較して、あらゆる種類の不足を経験していることを認めていますということで、ロシアのですね、まあ勇ましかったこの国営テレビもですね、今、お通夜状態になっていると。まあ、本家のね、ロシアンフレンズどころか、ロシアンがですね、お通夜ですから、まあフレンズのね、まぶしさんがお通夜になるのもわからんでもないなと。そんな風に思います。で、ロシアね、この国営テレビのみならずですね、まあ、いわゆるね、ミルブロガー、ブロガーって言われてるのは、まあ、ミリタリーブロガーの略ですけどね。まあ、軍事ブロガーですよ。まあ、ちょっと右翼っぽいというか、右翼そのもんですけどね。まあ、国粋主義的な、まあ、かつ、右翼的なですね、この、軍事ブロガーたちもですね、だいぶ、このプーチン政権に対してね、作戦指導に問題があるんじゃないか、みたいな感じで、まあ、火ついちゃってるということです。まあ、これ、よくあるんですよね。陰謀論者をこう、煽ってね、ね、まあ、ウクライナはネオナチだのね、生物化学兵器作ってるだの、核開発してるだの、散々デマで盛り上げちゃったわけですよね。だからやっつけなきゃいけないんだ、ね。そして俺たちは強いから、ね、余裕だから、特別軍事作戦で2日もあれば十分だぜって言ったらさ、なんともなってねえじゃん。2日どころかさ、こんだけかかってさ、ね。しかもですよ、東部戦争思い出してください。セベロドネツク取るのにさ、どんだけ戦力消費したと思ってんだって話ですよね。あれだけ砲弾ぶち込んで、地上部隊ぶち込んで、何度も取ったり取られたりとかやって、でも、ウクライナには撤退させられちゃったんですよね。うまいことね。これはまあ渡辺さんも解説してましたけど、ね。やられる前に、セベロドネツクからも引いたし、リシチャンスクからも引いたし、ね。で、そこで待ち構えていて、今回の反撃ですよ。ね。これもう大打撃でしょ？ロシア軍。だからまあこれを狙ってたんですね、最初にね。逆に言うと今ロシア軍も脱出してですね、戦線を再構築しなければいけないと、いうことで、現在ですね、東部戦線ではロシア軍のですね、東への大移動が始まっているというふうに言われております。どうもですね、ウクライナ軍はですね、このね、リマンを取った後、東へと、進軍をしていまして、このままですとですね、まあ、鉄道のね、いろんな拠点をまあ全部押さえてしまいますから、そっから下のロシア軍ってはもう活動できない、補給受けられないという状態になりますよね。まあ必然的にですね、戦線をもうちょっとセットバックしてですね、再構築しなければいけないんですが、まあ本来ですよ、イジュームがもう攻撃されてる時にさ、まあイジュームから本当は撤退すべきだったんですけど、どうもプーチンはね、政治的な理由を優先したみたいなんですよね。まあこれ前も言いましたけどね。
いい意味でも悪い意味でもシビリアンコントロールが効きすぎている軍隊なので、まあ、なんていうんですか、まあ、準軍事的にはね、撤退すべきところも撤退できないんで、全滅してしまうと。まあ、イジュームもまあ全滅、リマンも全滅ということで。で、その、全滅してるのにさ、バクムトってところでね、無駄な攻撃を続けてたでしょ。でもこれも非常に問題だと。で、結局ね、撤退の時もですね、全く統制が取れてなかったみたいなんですよ、ロシア軍の部隊。で、これはなぜかというと、特別軍事作戦ということでね、陸軍の正規軍からね、それからその、まあ、内務省の FSB の部隊から、カディロフみたいなああいう軍閥連中ですよね。あと、まあ、よくわからん、その、まあ、傭兵ね、ワグナーの傭兵とか、まあ、こんなんがいろいろいてですね、それぞれ指揮命令系統、情報伝達系統、補給系統が違うんですよ。で、こいつらがね、まあ、孤立しちゃうとですね、物資の奪い合いみたいなことが起こって、まあ、ヘルソンでね、同士討ちがあったなんてことを渡辺陸将も言ってましたけれども、まあ、ああいったことが起こると。で、撤退するとかなったら、そら、我先にってなって、その、ね、誰も交通整理しないで、そのね、ウクライナ軍が、作った、その、罠にですね、まあ、まんまとみんなそこにも突っ込んでちゃうわけですよね。で、お互いに何の調整もしないですから。で、物の見事に渋滞して、物の見事に、まあ、打ち取られたということで、まあ、大変なことになってるって話は、まあね、昨日ととしましたけれども、まあ、結局ですね、ロシア軍は、そういういろんな、まあ、系統の、部隊、戦力があるにもかかわらず、平時からですね、横の連携、まあ、統合訓練みたいなことやってなかったんですよね。まあ、これが最大の問題と。今、自衛隊はね、まあ、統合幕僚長があって、統合訓練ということでね、例えば、富士山の麓でやってる総合火力演習なんかでも、陸海空の自衛隊が連携してやるっていうような訓練をずっとやってますし、在日米軍とも連携の訓練ずっとやってますよね。ああいうのを普段からやってないと、こういう時に、動けない。ね、損害が拡大してですね、回復不能のダメージを負ってしまうということなんです。だからまあ日米合同訓練ってすごい大事なんですけど、米韓合同訓練休んでましたよね、ムンジェイン時。大丈夫かな韓国軍ってちょっと心配になるんですけどね。まあそんなところでね、まあ今回そのロシアのね、この、まあ、ヘタレっぷりというかね、この弱さを見てね、普段の訓練の大切さということをね、本当にね、身に染みてね、もう一回思い出したなというところでございます。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー！あ、Thanks ボタンもよろしくね。ガオー！